皆さん、こんにちは。<laughs> はい、夏ゼミのね、えー、ガイダンスの、えー、動画ということで、ちょっと話をさせて、ねえー、いただきたいと思いますと、えーまあ、例年ですね、まあなまあ、夏ゼミ、まあ、名前としてはね、えー、ステップアップゼミという名称にしていますけれども、まあ、あの、例年、 夏に、えっと、まあこうちょうどね論文試験が終わった後ですね、まあ、ちょっとだら,けだらける時期ですから、まあ、大きくあの目的としては私の中では2つ考えてます一つは一番大きな、まあ、目的っていうかだから一番大きなところはまあ私秋にもゼミをやってるんですよ。でまあ通常の、L まあ、これが一般的な「L ゼミ」と呼ばれるもので、まあ、ちょうど11月ぐらいからかな論文試験の。 10月11月ちょっとあの今年あのスケジュールまで出てませんけど、まあ、まあ要するに論文試験の発表が終わった後ですねでからまあしばらくたって。 で、えー、まだ秋ぐらいから始まって、来年の5月ぐらいまでの、えー、ゼミというのがあります。これで、ね、毎週毎週やっていきますね。で、まあそこってまあ、いきなりこう。答練とか始めていくので、まあ、例えばさまあ、そのベースとなる。最初のね。まず、既存的な内容とかえー、基礎的な力というのを身につけるということで。まあこの夏にまあ、ゼミをやってると。 いうことになりますね。ちょっとわかりにくかったかな <laughs> あの要するにまあそのエルゼミの前哨戦みたいな目的ですね。一つはね。で特に今あの夏蝉とかって長いんでね期間が。うん。まあ要するにねあの10月1日から始まって5月まあまあねまあ半年近くあるわけですよ。でそうするとさね万が一こうゼミ取ってみてあ失敗したと。 ね、俺はこんなの求めてるんじゃないってねもしかしたら皆さん思うかもしれないねあのそれはやっぱりねいろいろ無機ありますからねなんだなこの馬場のやり方これじゃちょっとだめだよってね <laughs> いうふうにおっしゃる方いるかもしれないただそうなった時にならないためにもねこのまず雑炊ミと出に出ていただければあなるほどとまあはこういうふうにやってるのかというのが分かるわけですね。でまあ、簡単に言うと、ね、私の講義って まあ通常はスマートとか、えー、まあ新宿だけの入門とかあとエルゼミとかやってるんですけどベースのある考え方のね一つだけなんですよ、うん、あの楽しくやるっていうことなんですね。で、まあ、いろんな考え方あると思いますけど私自分自身の講義のスタンスっていうのはまず楽しさなんですやっぱりね楽しくなかったら勉強続かないしで楽しくやってて、まあ、気が付いたら実力もついて合格できるっていうふうにあの持っていきたいと。 思ってますだからそのギスギスやってねもうなんかもうフルで俺暗記するんだみたいなねいうスタンスでは私はないです。どちらかというとまあ事例ですかね、まあ、事案なんかを通じてまあ便利士としてどう考えるべきかなんていうのも、まあ、メインでお話しさせていただいていることが多いかなと思いますね。はい、でそれがまず一つねだからエルゼミっていうその秋である、ね、メインのゼミがそれの前哨戦ということでですねもう一つの目的としてはどうしてもこの夏っていうのはだらけますんで。 まあここで学習のペースメーカーっていうのをまあ立ててほしいな、まあ、作ってほしいなという意味で、まあ、そのペースメーカーになりうるというところで考えてますとで、まあ、パンフレットの方ですかねホームページなんかでもあるかと思いますけれども、まあ、スケジュールですね、うんまあ、ここに出てますちょっとねこの通り進むかどうか <laughs> ごめんなさいわかるんです一応この通りで考えてるんですけれども、まあ、全部で6回ですね でまあ、期間としては、まあ、7月36日13279月3日10日っていう形で、まあ、7月30日から9月の頭ぐらいまでと、まあ、途中途中ちょっとね、うん、あのお休みの日あったりするんですけれども、まあ、あのこんな形で、まあまあ、ほぼ週1ペースぐらいでちょっとここはね午前中になったりしますけれども。 まあこんなペースで、まあ、こう毎週ちょっとね、えー、この、まあ、新宿の方でゼミをやっていくということですね前書戦で、まあ、何をじゃあ具体的にやるのかということなんですけれどもまあそのためにはじゃあ便利試験の論文ね特に論文試験に受かるためには何をしていくのがいいのかっていうのを逆算で考えていけばいいわけです。 ね、でそう考えると例えば論文試験の過去問ちょっとねこれまあ持ってきました令和元年ですね例えば商標令和元年というところで今日ちょっとねご説明あのしませんけれどもまあ大きく分けると論文というのは、まあ、こちらで言えば趣旨問題ですかねとまあ事例問題っていう深さでありますよということになります。で、まあ、特にまず皆さんが対策として重要なのは事例問題の方になっていきますね。趣旨問題に関しては、まあ、ちょっと対策 っていうのがねなかなか難しいとあの一応一短にいくものではないですから、まあ、難しいんですけれどもただやっぱりまず事例問題っていうのが最近は試験では中心になってきますからここはしっかり書けなきゃいけませんねということになります。で辞令問題っていうのは結局まあこうレジュメをまあこう問われなんかね例えばこうあった時に、まあ、まあ項目なんですよね。 結局論文っていうのは一番大事なのは何ですかっていうと例えば問題2の括弧について補正と出願分割とか、えー、出願変更、ね、32項の主張とかでまあ問題3の括弧2についてって書いてありますけどこれ防護表彰かな確かうん、えー、防護表彰登録室が行いますっていうそのまあ大きな項目ですよねうん大きな項目っていうのを落とさないっていうことがすごく重要ですで論文試験はまずここなんですいわゆる私ここ箱っていうんですけどだからここで ちちょっっとーと小さくしますけどここで言うとこ例えばこれであれば「補正」という箱ですよと「出願変更」という箱「三条二項」の箱そして「防護表彰登録出願」という箱ですよね、うん、あのこの箱っていうのをポンポンポンと本番なんですかね答案で思いついていただくと考えていただく。でこのそれぞれの箱っていうのが問題文の中にトリガーが入ってるんですよどっか言葉が。で絶対問題ってヒントがあるんで。 これ誘導詞がありますちょっとまあ今日はね時間がないのであまり細かいところまで話せませんけれどもあのどっかの問題文の中のトリガーがあってそのトリガーに基づいてこの箱を作っていくとであとは中身をつ書くっていうことですねだからームの勉強って2つなんですこのの一一個一個の項目を出すすいう作業になりますでこれが、えーっとね、私の場合は過去問を使ってしっかりやりましょうっていうのがもうベースの考え方だからさっき言った秋のエルゼミになるとこの過去問を使って出す練習というのをしっかりやってくださいと。 エルゼミの時はまたエルゼミで話をしますけど、あのエルゼミの私の目標は、皆さんが自分の答案を客観的に採点できるとか添削できる状態。過去問要するになぜかって言ったら、それは過去問を論文試験の勉強で使おうとしても多くの人がね。実は論文の過去問ってやってない人多いのよ。担当の過去問だって。皆さんやるでしょ。担当の過去問やってんだけど、論文の過去問ってやる人がいなあの結構あの少なかったりして、なぜかって言ったら使い方がわかんないのね。 どううやって使おうかな、まあ、確かにレジ問題ありますレジュメありますと見てじゃあどうしようとそれで終わっちゃうんですよ。でなった時に自分で例えば過去問を使って書いてそこで客観的に添削がねできるのであれば過去問をフル活用できるんだけどその力をなかなか皆さん身につけてないというかやり方がわからないだからエルゼミを通して最終的に自分から問題とレジュメがあれば自分の答案を修正できますよって力をつけてほしいんですでそれをずっっとエルゼミでやっていきます。 ってなると何がいいことがあるかすると過去問を繰り返すことによってこのピンクで作った箱を出す色になります。ってなると今度はじゃあこの箱の中身は何じゃろういってことだよ。うん、例えば三条二項の主張した時にじゃあそれって何書けばいいんですか、ね、あの問題文から書くべきことは分かった三条二項について書かなきゃいかんと。 言った時にじゃあその3に2項は何書こうかなとか出願分割って一体何書いてあげればいいのかなっていうのが分かりにくいんですね。でこれはじゃあどうするかっていうと今度はいわゆるそれが部品だったりするわけですね部品だったりパーツですよ、まあ、コンピューターで言えばモジュールなんですけどそのモジュール部品を組み合わせていきましょうという時にその部品集というのが論文コレモンというやつになります。 でえー、論文コレモンというのが、まあ、現在なこれ何かって言ったら私で、ね、使ってる講座で、まあ、ちょっとパンフレットはですね、うん、まあちょっとかなりちっちゃいよいしょこれね、うん、あのかなりちっちゃい状態ですけど、まあ、例えばこんなやつですよ論文コレモンで私これまあ一応抜粋になりますけれども、うん、例えばこの問題これ左側の問題であればこれにちょっとね あの使い方が難しいんですけど実はこの問題でこのレジュメってわけじゃないんですよ。もともとはあのここがすごく重要でこれ過去問のレジュメから,からこの問題であれば利用関係ですかね。利用関係の時にはどう書けばいいですかっていうレジュメを多分これ平成10年とか22年に主体があるんですけど利用関係ってそこから過去問を抜き出してきてます。ただねあの結局何でかって言ったら過去問ってさっき言ったら長いのよ。 だこれじゃあ勉強しましょうっつってまる覚えるのかってったらめちゃめちゃ大変じゃないですかだから例えば質願変更なら質眼変更だけポコッと抜き出してきてるんです私が。でただそうするとレジュメだけあってもけ、OK、わかんないからじゃあそれに問題文をくっつけてるというのが論文コレモンっていうものになります。で結構な数ですがね東京で780個ぐらいですかね異常消去だと多分5 6 0個ずつぐらいあるんですけど、まあ、そういう部品はいっぱいあります。 こういう利用関係であれば例えばどういうことをあで競技かあの不調不能って、まあ、よく最低通常実施権だな、うん、最低通常実施権のことを例えば書いたりとか、えー、例えばこれ私よく「条文ライン」って言葉を使うんですけどこれ何かしたら条文の流れですね。例えばば商標であれば30個個号号と40個16号っていうのはほぼセットで書きます、うん、ってなった時にまあこれね、えー、例えば秋葉原グラタンっていうねグラタンなんですけど、まあ、そういうの出願したらどうなりますか というところで、え、三十五号、三号、四十五、十六号に対してどういうねことをやっていくのかっていうことをまあ記載していくと。だ、こういう問題が出た場合については、そこをセットで書いてあげるんだっていうのがわかるわけですよね。で、この論文コレモンというのを毎週やっていただくある一定範囲で、まあできればこの夏デミの間にこの論文コレモンのやつを一通り見れるようにしていきたいです。家で課題出していきます。 ねえー、今日は、えー、特許の1問目からここまでやっといてここ見ておいてくださいって形でこう毎週課題出しますで毎週課題を出すのでそれを家で一生懸命勉強していただいてでそれをまあ次の講義の中で、まあ、ちょっと実際書いてもらうということになります、うん、でその書いてもらった答案に関しては何人か毎回何人かは答案を私がもらっちゃいますああこれやっぱりね <laughs> あのー、もしかして見られるかもっていう緊張感ね、うんでいうのでこうちょっとピックアップして「はい今日はねじゃあ,あなたとあなたとあなたね答案預かります」って預かっちゃいます。でまあちょっと添削なり、まあ、内容を見てですね翌週、まあ、返すっていう流れをですね、まあえー、間ですかね、うん、あの2回目から5回目2345に関してはちょっとやっていくということになります。 でね一応今のところはそこまで考えてますただねまだもしかしたら何結構私はねいつもね講座とか、まあ、道場もそうなんですけど実はまあ事前に、あのー、あまりお伝えしてないことも多くて。 なんかさやっ例えばまあね何が嫌くいいサプライズかどうか分かんないですけどいきなり来てみたら「よしと今日はいきなり時計1本丸々書くぞ」みたいなさ「え何も準備してきてないの?」ってそのねこのサプライズっていうのが <laughs> 私は好きでだまあ基本的にはあのゼミに関しては何、まあ、か考えてるのよ。うん、通常のルゼミもそうだし何か面白いことやりたいしだからゼミってやっぱりなんですかね来ていただくのがすごく私重要だと思ってるんです。 うん、だから家でやるってなるとそこ落ち着くんだよだから本番ってやっぱり焦るわけよでなんでそのことやるかっていうと本番ってやっぱりさ担当もそうだよね論文もそうだけど初めて見た問題初めてやることだからやっぱ焦るのね、うん、だからそういった意味ではエルゼミとかでは私は極力何か面白いことやろうなやりたいなと思ってるの、うん。だからやっぱりね来て焦るっていうのがすごく効果があるというかね だこれがねあの家で通信とかだけだとねどうしてもそれができなくてやっぱ家だとね急に「じゃあ今日これやります」って言われても「ああそうなんだ」って終わるんだけどやっぱね実際こう通学して通っていざ書こうと思った時も何もないわけだからねそこで、うん。やらざるを得ないっていうそういう環境にね私は持っていくのがすごくねあのまあ何ですかねまあ面白まあ別にそれでね、うん、何かデメリットがあるわけじゃないですしまあ幸いねこういうレックとかってあのガン 学校とはちょっと違うんだだよねだって学校っていうのはほらね先生がさ、まあ、高校とか中学は先生がね生徒をこう評価するとこでしたけど別にレッカーはそういうとこじゃないし私はそういう立場ではないですから,だから皆さんにはそういうなんかね楽し,楽しくね、うん、なんかサプライズなんかも提供したいなと思ってますので、まあうん、何か面白いことやりたいと思ってます。うん、あの少なくとも、まあ、皆さんがやっぱあの今までも、まあ、道場にしてもいずれにしてもそういうまあいろんな講義の中で、ね、あ そうやややっっっっててかたたななとと思思えること、うん、やっぱりやりたいなと思ってます、うん、私自身がねやっぱり自分が中高生だったらこのううことであのやったらねびっくりしちゃうなとか <laughs> そんなイメージではやってますので是非ね、うん、まあちょっと今言った基本的な流れがねまだまだできてないなとか、うん、やっぱりこうどうしてもこの夏の間でだるけちゃうなっていう方はこの夏のゼミをねご活用いただけるとよろしいんではないかなと思います。はい、であとはねもう一個 さらっと何気なく書いてるところのここです担当の問題っていうところでこのねあの担当問題をちょっと途中でやりますまあ、まあ、混ぜて。でどういうことかって私ね基本的に担当の問題って論文組とかいわゆるまあ論文の受験生だったらやる必要ないと思ってるあのタイプなんですけどまあ最終的な、まあ、知,知識の、まあ、確認って意味では非常に有効ですからまあ皆さんが一番苦手なところ。 うん、例えば審判だったり184条だったりそういったところは担当なんかの問題で知識を確認するってことも重要ですから、まあ、少なくとも審判やるね。うん、であと184条まだプロもやっちゃうかなうんあと商標3条4条とか、まあ、そういったところはやろうかなと思っています。まあ実はあと衣装に関してはそんだな、まあ、衣装とかまあそんなにはね、うん、まあ実案かな、うん、担当なんかだとね。 いうのをやりたいなと思ってますので、あのぜひね、うん、まあこの夏のゼミ、まあ回数的にはちょっと短いんですけれども、まあそれを使ってね、うん、あのー、うまく勉強のペースっていうのを掴んでいただければいいかなと思っています。はい。で講義っていうのはね、私はよくいつも言うんですけれども、出ればいいってもんじゃないですよね。うんだから出ることによって、まあ、そのきっかけで勉強するってことがすごく大事です。だから、まあ要するにこのゼミで課題を渡して。 渡しますのでだからまあそこでこうなんですかねこうペースを掴んでいただけるといいかなと思ってますでまあ今やった論文コレモンに関してはあのまあ基本的にゼミでまあこのコレモンの方今回はあの論文コレモンの方だけになりますけどちょっとバージョン21.4かどうかちょっと今ごめんなさいあの今自分が持ってるバージョンで確認しないと分かんないんですけど一応まああのバージョン2021、まあ、系っていうのはこれあれなんですよ2021年の過去問までを想定しあなんですかね考慮してるって意味なんですけど うんでまあ、ちょっと講座、ね、配るたびにあのマイナーバージョン5時とか直したらマ,ージャマイナーバージョンが上がってっちゃうんで、まあ、別にだから21.0から21.4ってそんな大きな変更は、まあ、あんまりないんですけれども、まあ、一応あの配りします時々あの論文コレモンだけあの手に入りませんかって言われる時があるんですけど、まあ、こういうゼミとか使っていただければあの論文コレモンはあのお渡しできますので、まあ、それを使ってあの有効にあの活用していただけるとあのよろしいんではないかなと思いますね。特にまあ えと去年とか、まあ、私の講座とど取って,てねあね今年はあの例えば取ってねあのなんかちょっとあの去年の講座を活用してました方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういった場合こういう教材がねブラッシュアップもできますので、まあ、ぜひね学習ペースをつかむという意味も含めてご,活あのご利用いただけるといいかなと思いますと。と、はい、いうところで一応まあね、えーまあ、これから夏になってねどんどん暑くなる と思いいいますんでねねね、うん、もう是非ねこの暑い夏を、ね、暑い気持ちでね乗り切っていいきたいと思いますちょっとねまあほんとコロナの関係があるんでねよく昔は懇親会なんかもやってたんですけどちょっと懇親会は難しいかなと思いますけどまあそれでもねまあ是非あのそこで皆さんとねお話しさせていただければよろしいかなと思いますあのよろしくな,ないあのお話しさせていただきたいと思ってますので一緒に頑張ってねこの夏をねやっぱ乗り切ってまあ ちょっとね担当論文論文受けた方はねまだ結果わかんないかもしれませんけどもまあその口述とかにもやっぱ知識がつながっていきますので油断をせずにね、えー、頑張っていって頂ければと思います。と、はい、いうところでまあ、えー、もし機会、ね、ありましたら、えー、都合がつきましたらよろしくお願いしますということでね頑張って、えー、一緒にやっていきましょう暑い夏を。と、はい、いうところで一応私の方の、えー「ステップアップゼミ」 の夏でですすねのガイダンスはこれで終わりにさせていいいたただきたいと思いますそれではじゃあ、えー、教室でお会いしましょう。ね、教室で僕と握手をみたいなね。うん、まあ,あの多分あの関東近郊しかわかんないネタですけどね。はいあのまああるんですよ。そういう昔 CM があったんですよね。はいまあいいや、はい。というところでじゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。